長谷博君。自由民主党の長谷博です。本日は自由民主党無所属の会を代表し、政府が提出した子ども子育て新システムに関する3法案について質問をいたします。答弁が足らざる場合は再質問をいたします。まず野田総理に伺います。今回の関連3法案を提出する議論のスタート地点は、平成21年8月総選挙の政権交代マニフェストでしょうか。それとも、その半年前、平成21年3月31日に、小渕優子少子化担当大臣の下で政府が発表した今後の認定こども園制度のあり方についてでしょうか。お答えください。本来ならば、財政機能回復のための一体改革なのに、どうしてこのような新システムの法案が提出されるに至ったのか、その政策立案の原点が何なのかが問題となります。ましてや、新システムの条件として消費税増税を財源とすることになっております。この法案のベースとなる理念は、どう見ても小渕報告にあります。縦割り行政になっている子どもに関する施策を一本化し、質の高い保育の環境を整備するとマニフェストで謳いながら、結局出てきた案は三本化。議論の末、結局小渕報告をなぞるような制度になってしまったのはどうしてでしょうか。総理、明確にお答えください。次に、平野文部科学大臣と小宮山厚生労働大臣に質問します。この法案を提出するにあたり、中央教育審議会や社会保障審議会に諮問をしたのでしょうか。審議会の審議や両審議会の合同検討会はどの程度行ったのでしょうか。もし、していないとするならば、それはどうしてですか。学校教育法の体系や児童福祉法の体系に踏み込む大きな制度改正です。両審議会での十分な審議と情報公開のプロセスを経ることが必要であると思いますが、いかがでしょうか。続いて、小宮山大臣に伺います。認定こども園法案の付則では、5年後の見直し規定がありました。法律に基づいての見直しや検証や分析を行ったのでしょうか。その見直しを行ったのならば、どこに問題点があったのでしょうか。ちなみに、平成23年度から24年度にかけて、認定こども園の設置数は762箇所から911箇所へと着実に伸びております。法律に基づく5年後の見直しをし、その結果に基づいて認定こども園制度の簡素化と改善をし、拡充をすればそれでいいだけではありませんか。小宮山大臣の答弁を求めます。続けて伺います。2年前、小宮山大臣は幼児教育団体の代表者に対して認定こども園のことを盲腸と表現されました。その盲腸に極めて近い内容の法案を提出されています。小宮山大臣は認定こども園と総合こども園の違いをどのように考えているのか、その認識を伺います。続いて、平野大臣に伺います。小学校就学前の子どもには、どのような幼児教育が必要であり、どのような施設、設備、環境が必要なのかの議論を文部科学省は行ったのでしょうか。お答えください。続けて伺います。平成18年に教育基本法が全面改正され、翌年の学校教育法の改正で、幼稚園が学校教育体系の一番最初に組み込まれました。今回の法改正では、その経緯や意義を踏まえているのでしょうか。続いて、小宮山大臣に伺います。安心子ども基金を幼稚園でも活用しやすい仕組みとしたり、市町村の財政負担を軽減したりすることによって、認定こども園の設置数は今後とも伸びる傾向にあるのではないでしょうか。複雑な新システムを新規に作るよりも、既存の施策を改善し、充実する方が待機児童の解消は進むと思いますが、いかがでしょうか。続けて伺います。総合こども園の入所年齢は満3歳からです。
したがって0、1、2歳の乳幼児は入所義務がありません。しかし待機児童の8割はこの0、1、2歳の乳幼児です。これで本当に待機児童を減らすための制度になっているのでしょうか。もし総合子ども園が待機児童解消対策ではないのならば、その設置目的は何なのでしょうか。答弁を求めます。続けて伺います。現在幼稚園での預かり保育を実施しておりますが、保育所運営費と比べて極めてわずかな公費のみに頼っており、財政的な不安が大きい中、不安定な運営を強いられています。まずは預かり保育の拡充、規模拡大に取り組めば待機児童の解消はかなり進むと考えますが、いかがでしょうか。続いて平野大臣と小宮山大臣に伺います。施設の指定制導入により利潤を追求することを目的とする株式会社が適合法人として教育と保育を行うことを目的とする総合子ども園に参入することを認めることは、教育の質を向上させるという我が国の教育行政の根本的な転換を意味すると思います。また保育を金儲けの場にするのかとの保育関係者の不信は根強いものがあります。児童福祉の後退になりかねないという不信感があります。構造改革特区での株式会社立学校についても、文部科学省によって経営の悪化による撤退など多くの問題点が指摘されています。その問題点を放置したまま株式会社を参入させることの経緯を教えてください。また無認可保育所の管理不足事故は痛いけな子どもの命を脅かす事態を招いており、保育への株式会社の参入は慎重であるべきです。両大臣の説明を求めます。続いて平野大臣に伺います。教育基本法第10条は、家庭教育として父母その他の保護者はこの教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し心身の調和の取れた発達を図るよう努めるものとするとし、第2項では、国及び地方公共団体は家庭教育の実践を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援するための必要な施策を講ずるよう努めなければならないとあります。この度の子ども子育て支援法、総合子ども園法では、こうした教育基本法における学校教育と家庭教育の考え方を前提としているのでしょうか。本来家庭教育で担うべき教育的役割を総合子ども園で肩代わりするような構図にはなっていないでしょうか。平野大臣の明確な答弁を求めます。さらに平野大臣に伺います。総合子ども園は学校としての性格を有するとされる以上、学校としての最低基準である現行の幼稚園設置基準を満たす施設が認可基準とされるべきことは当然と考えます。しかしながら基本制度取りまとめでは、すでに認可を受けている施設からの移行については基準の特例が設けられ、現行の幼稚園保育所の基準の低い方へと誘導しているように見受けられました。学校教育機能部分に関する設置基準は、現行よりも教育の質を向上せしめるものとすべきであり、特に運動場の筆致義務については十分満たされるべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。続いて小宮山大臣に伺います。子ども子育て支援法において、子ども園給付は機関補助ではなく個人給付とされ、施設が代理受領するとされています。なぜ機関補助とせず個人給付の法定代理受領という複雑な仕組みとする必要があるのでしょうか。個人給付とした理由を教えてください。続けて伺います。現行の保育所は市町村による措置義務がありますから、正当な理由がない限り入所を拒めません。ところが私立幼稚園は見学の精神があり、経営者側の方針によって入園が選抜されることがあります。この根本的に異なる二つの保育と教育と折衷させる総合子ども園という案は、そもそも無理があるのではありませんか。したがって5年経過した認定子ども園制度の見直しをして、今までの運営状況を見て知見をもとに制度の簡素化や拡充をした方が良いと申し上げております。
小宮山大臣と私の認識にどれほどの差があるのか教えてください。小坂健二元文部科学大臣は、認定こども園制度を法制化した時の大臣です。その時の国会答弁で、実施に際しては、行政の窓口も手続きの書類も経理もお金の出し方も簡素化し、ワンストップサービスで一元化した方が良いという趣旨の答弁を繰り返しておりました。私は当時の副大臣としてそばで聞いておりました。ところが、法律が成立してからの都道府県や市町村の現場の対応は、小坂大臣の意向には沿わないものとなっていますし、設置数も当初の期待を裏切っております。ここに、立法府の議論と行政府の現場業務との乖離を見た思いがします。どうして大臣の意向が現場に反映されなかったのだろうかと、私も反省をしておりますし、霞が関の読みが甘かったのかもしれません。野田総理、立法府で制度をいじれば全てが解決するものではありません。現場のニーズに応える制度論こそ必要だと思いませんか。総合こども園に使うお金があるならば、保育士や幼稚園教諭の処遇改善をする方がよっぽど現場の士気が高まるし、教職員の定数改善や研修充実こそが切望という現場の声があります。そういう声は野田総理にも届いておりませんか。見解を伺います。続いて小宮山大臣に伺います。新システムでは保護者と施設が直接公的契約を結びます。市町村の保育の実施義務がなくなります。保育に対する公的な責任が大幅に後退します。当然、質の低下が憂慮されています。結果として、本当に保育に必要な子どもや、障害児や、非虐待児などが排除される恐れがあります。これで良いのでしょうか。小宮山大臣の認識を伺います。続いて、野田総理に伺います。新システムは、働く親の子育て支援に重点化されており、専業主婦の存在をないがしろにするような印象を与えます。働く親と、子育てに専念する親と対立するものではなく、双方を適切に評価し、双方に配慮した施策とすべきと考えますが、いかがでしょうか。明確な答弁を求めます。続いて、小宮山大臣に伺います。自由民主党は幼児教育を国策とし、すべての子どもに良質な幼児教育を提供する必要があると考えます。子どもの置かれた状況による格差を設けるべきではないと考えますが、大臣の見解を伺います。最後に、野田総理に国家観と家族観を伺います。恋愛し、結婚し、妊娠し、出産し、育児や家事をするというのは、男性と女性、父親と母親にとって、極めて私的な選択であり、共同作業でもあります。家族とは、自然発生的に出来上がるものではなく、お互いに努力をして作り上げるものです。その営みあってこそ、国家の伝統と歴史と文化が継承され、経済や地域社会が発展する礎が作られることを考えれば、保育と教育は極めて神聖なる公的な営みとも言い換えることができます。家族という私的な空間と国家という極めて公的な役割を税と法律で結びつけるのが永田町の政治的使命でもあります。個人の尊厳や人権や倫理観を尊重しながらも、家庭の子育てをいかに政府や地域社会や地方自治体や企業が側面から支援するかが課題です。国民全体、とりわけ若いご両親や子どもたちの視点となって、実りの多い法案審議をすべきであることを自由民主党の意見として申し上げ、野田総理の国家観、家族観を伺い、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、野田佳彦君。自民党、長谷博議員から、私には4問のご質問をいただきました。まず、子ども・子育て新システムの原点についてのお尋ねがございました。子ども・子育て支援については、これまで、平成19年12月、
自公政権下での子どもと家族を応援する日本重点戦略で、次世代育成支援に関連する現物給付を体系的、普遍的に提供する包括的な支援の仕組みの構築が謳われ、その後、平成20年11月の社会保障国民会議報告では、保育の質量の抜本的拡充を図るための新たな体系の構築が必要不可欠とされておりました。今般提案をしている子ども子育て新システムは、民主党ゼロ級マニフェスト以前からのこうした提言や、ご指摘がございました小渕担当大臣の下での取り組みの方向性をも踏まえたものであります。また今回の一体改革では、未来への投資を強化することにより全世代対応型の社会保障制度の実現を目指し、消費税の充当先をこれまでの高齢者3経費から子育ての分野にも広げ、社会保障4経費として消費税を社会保障財源化することにしています。このように新システムは自公政権以来の議論を尊重しつつ、新たな視点からの検証を加えたものであり、政権や党派を超えて共有ご理解いただけるものと認識をしております。続いて、処遇改善など現場のニーズに応える制度論についてのお尋ねがございました。新システムにおいては、質の高い幼児期の学校教育保育をすべての子どもに保障することを目指しており、質の向上の観点からも保育等に関わる職員の処遇の改善が必要だと考えております。こうした質の改善については、国地方を通じた恒久的な財源を確保しながら優先順位をつけて実現を図っていきたいと考えており、その際には子育て支援に関わる当事者の声にしっかりと耳を傾け、現場のニーズにお答えをしていきたいと考えております。続いて、働く親と子育てに専念する親の双方への支援についてのお尋ねがございました。新システムは、チルドレンファーストの理念に立って、すべての子どもが尊重され、その育ちが等しく確実に保障されるよう、子ども・子育てに関連する制度、財源、給付についての包括的一元的な制度の構築を目指すものでございます。具体的には、地域の実情に合った支援の提供、総合子ども園の創設などによる質の高い学校教育・保育の一体的提供、保育の量的拡充、地域の子育て支援の充実などの取り組みを盛り込んでおります。これらを総合的に進めることで、働きながら子育てをされている保護者、ご家庭で子育てに専念されている保護者のいずれについても適切な支援が行えるものと考えております。次に、国家観と家族観についてのお尋ねがございました。私が目指す国づくりの基本は、今日よりも明日がより豊かで幸せになれという希望を誰もが持つことができる社会を作ることであります。高度経済成長期とその後の失われた20年という停滞を経て、そのような希望を持ちにくい社会になってしまったというふうに思います。少子高齢化という避けられない社会環境の変化や、現代という新しい時代の文脈に即した形で、誰もが希望を持てる社会を作り上げ、それを将来の世代に引き継いでいくことこそ政治の使命であると考えております。国づくりの根本にあるのが人づくりであり、子育てや教育の問題であると考えています。教育のあり方や公的セクターが家族をいかにサポートしていくかという問題は、政治における極めて重要な課題だと思います。家族観について申し上げれば、家族や子育てのあり方が過去の時代と大きく変わっていると思います。かつては家族で担ってきた役割を社会全体で担うことが求められている、あるいは母親に求められてきた役割を両性が力を合わせて担うことが求められているのだというふうに思います。それにもかかわらず、こうした変化への政策的な対応が後手後手に回ってきたのが近年の状況であります。待機児童の問題はまさにその象徴であり、今回提出した子ども子育て3法案は、このような現在の家族のあり方に即した新しい制度的な対応だと考えます。長谷議員が最後におっしゃいましたけれども、自由民主党の意見として、国民全体、とりわけ若いご両親や子どもたちの視点となって実り多い法案審議をすべきというご指摘は、まさにその通りだと思います。
ぜひとも我が国の将来のため、子ども子育て参考案を含め、一体改革についての建設的なご議論をお願いをして答弁とさせていただきます。国務大臣小宮山陽子さん。長谷議員からまず厚生労働大臣に対して一問ご質問いただきました。子ども子育て新システム関連3法案の社会保障審議会での審議についてですが、社会保障審議会児童部会で平成22年2月17日、平成23年10月31日の2回、社会保障審議会で平成23年8月29日、平成24年1月30日の2回、内閣府に設置された子ども子育て新システム検討会議ワーキングチームでの検討状況などをご報告し、審議をしていただきました。なお、社会保障審議会と社会保障審議会児童部会は一般傍聴が可能で、議事録も公開しています。次に少子化対策担当大臣として、10問ご質問いただきました。まず、認定こども園の見直しや検証についてですが、認定こども園は幼稚園制度及び保育所の制度を基礎とした上で、幼児期の学校教育及び保育を一体的に提供する幼保一体化の先駆的取り組みであり、施設を利用している保護者や認定を受けた施設から高く評価されています。そのあり方については、制度施行後、認定こども園制度のあり方に関する検討会や、子ども子育て新システムの検討会議で、関係者からヒアリングも行い、議論を重ねてきました。認定こども園での課題としては、財政支援が不十分であること、幼稚園と保育所の制度を前提としているため、二重行政であることなどが挙げられています。今回の法案では、こうした課題に対応するため、子ども園給付や総合子ども園制度の創設により、財政措置や二重行政の解消を図ることにしています。認定子ども園と総合子ども園の違いについてですが、認定子ども園は幼稚園と保育所の制度が前提であるため、認可や財政支援で二重行政となっているという課題が指摘されていました。総合子ども園は、これまでの認定子ども園の成果を生かしつつ、こうした課題に対応した仕組みと考えています。既存の認定子ども園の改善によって、待機児童解消をすべきではというご指摘ですけれども、認定子ども園は、幼保一体化の先駆的な取り組みだという認識を持っています。一方で、幼稚園と保育所の制度が前提となっているため、施設や会計に関して別々の制度が適用されるといった二重行政の課題があるということ、また、安心子ども基金による財政支援が不十分であることが指摘をされています。こうしたことにより、認定子ども園の設置数が伸び悩んでいることから、制度の見直しを行い、認定子ども園制度をさらに発展させた形で総合子ども園制度に移行することにしました。同時にご指摘の待機児童の問題に対応するため、市町村新システム事業計画の策定による地域の保育需要の把握と計画的な整備、指定制度の導入による多様な主体の参入、地域型保育給付の創設による小規模保育事業等の多様な保育事業の推進などに取り組み、こうしたことによって待機児童の解消を加速していきたいと考えています。総合子ども園の待機児童対策としての効果と設置目的についてですが、その目的はもちろん待機児童の解消もありますけれども、総合子ども園は質の高い学校教育、保育と、家庭での養育支援を一体的に提供する施設として創設するという目的がございます。ご指摘のとおり、待機児童のおよそ8割が3歳未満の子どもですが、待機児童の状況や学校教育、保育に対するニーズは地域によって様々です。このため、総合子ども園に0歳から2歳児の受け入れを全国一律に義務付けるということはしていませんが、
調理室の設置支援や、0歳から2歳児に対する経費を見込んだ単価設定などのインセンティブを付与することなどによって、地域の実情に応じて待機児童が多い、0歳から2歳児の受け入れが進むようにしていきたいと考えています。これに加えて、子ども子育て新システムでは、保育に関する仕組みを変えることで、保育需要があるところで機動的に質の確保された保育の量的拡充を図ることができるようにしています。具体的には、市町村子ども子育て支援事業計画の策定、指定制度の導入、地域型保育給付の創設による多様な保育の推進など、新たな仕組みを導入して、待機児童の確実な解消を目指していきます。幼稚園の預かり保育の拡充についてですが、幼稚園の預かり保育は共働き家庭の子どもを一定程度受け入れているので、預かり保育の拡充は3歳以上の子どもの待機児童対策として有効な手段の一つだと考えています。一方で、現在の預かり保育は待機児童の 80% を占める3歳未満の子どもを対象としていないこと、担当する職員に保育士資格が必要とされていないこと、私学助成による助成額等も長時間の保育を前提とした水準でないことなど、待機児童対策として活用する上では課題もあります。子ども・子育て新システムでは、幼稚園の総合子ども園への移行を促進することによって、3歳未満の子どもの受け入れも可能とし、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方を持つ保育教諭が担当することにし、現在の預かり保育を利用している3歳以上の子どもも含め、保育の必要性の認定を受けることで、保育にかかる費用に応じた子ども園給付が支給されるなど、現在の制度の課題を解決して、待機児童の解消を一層促進していきます。保育への株式会社参入への懸念についてですが、保育をするときに子どもの安全、これは最も大切なことなので、これまでも認可施設、認可外施設を問わず、保育施設で発生した重大な事故の状況を把握し、事故防止のための措置を取ってきました。平成12年度から保育への株式会社の参入は可能になっていますが、その際も認可基準を満たすことはもとより、設置者について適正に審査を行うよう求めてきました。新システムでも株式会社の参入を認めることにしていますが、質の確保のための客観的基準を満たした施設のみを指定し、指定については5年ごとの更新制とし、定期的なチェックを行うほか、市町村による報告徴収、立ち入り検査等の指導監督を実施する。また、質に関わる情報開示を義務付けるなど、質の確保のための仕組みを設けます。こうしたことによって、質の確保された学校教育保育が確実に提供される仕組みにしていきたいと考えています。子ども園給付を個人給付とした理由ですが、すべての子どもが尊重され、その育ちが等しく確実に保障されるためには、施設側の制度の縦割りの視点で考えるのではなく、利用者の側の制度横断的な視点、すなわち子ども本位の視点で考えることが必要です。このため、既存の幼稚園や保育所の縦割りの制度を再構築して、双方にまたがる包括的な制度に改めるとともに、利用者の受給権に着目して、個人給付の仕組みを導入することにしました。個人給付の仕組みでは、子ども一人一人について、受給資格や必要性の確認、認定が行われることになります。そしてこれを通じて把握された地域の学校教育、保育のニーズに応えられる体制を確保することにより、すべての子どもに対してそれぞれのニーズに応じた学校教育、保育を確実に保障していきます。総合子ども園の創設についてですが、新システムでは認定子ども園制度についても検証を重ねた上で、その課題を解消し、幼児期の学校教育・保育を一体的に提供する施設として、総合子ども園を創設することにしています。総合子ども園は認定子ども園のすべての子どもに質の高い幼児期の学校教育及び保育を一体的に提供するという趣旨をしっかりと引き継ぐものだと考えています。直接契約の導入に伴う懸念ですが、新システムでは市町村は管内の施設や事業者の情報を整理し、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応するなど利用者を支援します。
また待機児童が発生しているような場合には保護者が市町村に利用希望を提出し、市町村が利用可能な施設や事業者を斡旋します。さらに障害児等の特別な支援が必要な子どもなどに対しては、市町村が利用可能な施設や事業者の斡旋や利用の要請を行うとともに、虐待の恐れがある場合などには利用の勧奨や入所の措置を行う仕組みにしています。施設や事業者に対しては応諾義務を課して正当な理由なく入所を拒否することができない仕組みにしています。このように新システムでは市町村が確実に利用者を支援するとともに、ご懸念のような事態が生じない仕組みにしています。幼児教育について、子どもの置かれた状況による格差を設けるべきではないかとのご指摘についてですが、新システムでは地域での学校教育保育の計画的整備や総合子ども園の創設等により、親の働き方など子どもの置かれた状況にかかわらず質の確保された学校教育保育をすべての子どもに保障することにしています。すべての子どもに良質な幼児教育を提供するという点について、目指す方向性は同じだと考えています。文部科学大臣、平野博文君。長谷議員の方から、6つのご質問をいただきました。まず最初に、中教審における審議についてのお尋ねがございました。子ども・子育て新システムは省庁横断的な課題であるため、その検討にあたりましては、内閣府に設置されました子ども・子育て新システム検討会議ワーキングチームにおいて議論が行われてまいりました。その検討過程でワーキングチームの検討状況を中教審審議会の初等中等教育分科会に説明し、教育の観点から8回にわたりご議論をいただき、その結果をワーキングチームの方に報告をしてきたところでございます。またこの会議は原則公開、議事録も公表しているところでございます。次に、小学校就学前の子どもに必要な幼児教育についてのお尋ねでございますが、現在幼稚園においては義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児の健やかな成長のために適切な環境を整え、その心身の発達を助長するため、まず教育内容の基準としての幼稚園教育要領と、施設や設備等の基準として幼稚園の設置基準に基づいた教育が行われております。子ども・子育て新システムにおいて新たに創設する総合子ども園においても、現在の幼稚園教育と同様の目的や目標に基づき、学校としての基準と児童福祉施設としての基準を合わせ持つ基準を適用し、質の高い学校教育・保育を保障することとしております。総合子ども園の基準の具体的内容につきましては、省令などで定めることとしており、法案成立後、子ども・子育て会議の意見を聞きながら、制度の施行にまでに検討をしてまいるところでございます。3点目、教育基本法、学校教育法との関係についてのお尋ねでございますが、ご指摘のとおり、平成18年の教育基本法の改正において、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを新たに規定し、これを踏まえた学校教育法の改正において、幼稚園を学校教育体系の最初に位置づけるとともに、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものであることを明確化したところでございます。子ども・子育て新システムは、こうした現行の教育基本法、学校教育法の考え方を踏まえて、総合子ども園の創設により、親の働き方に関わらず学校教育を受ける機会を保障するなど、教育の観点からも子ども・子育て支援を充実させるものでございます。次に、総合子ども園の株式会社の参入についてのお尋ねでございますが、ご指摘の特区による株式会社立学校において、学校運営や
教育活動に不適切な事例があったことは承知をいたしております。この点については今後特例措置の評価を通じて適切に対処してまいります。総合子ども園につきましては現在株式会社の参入が認められている保育所が原則としてすべての総合子ども園に移行する、待機児童解消のための量的拡大という強い社会的要請に基づいて一定の要件を満たした株式会社の参入を認めるものでありますが、これは児童福祉施設としての性格を有する総合子ども園固有の極めて特殊な要請によるものであります。この場合でも学校教育を担うふさわしい公共性、永続性、確実性を担保することは極めて重要であることから、総合子ども園への株式会社参入にあたっては参入段階、運営段階、撤退段階において厳しい規制を課すこととしています。これらの厳正に運用することにより営利追求のための総合子ども園の運営が歪められ教育の質の低下が起こることのないように、また園児に悪影響が及ぶことのないようにしていきたいと考えているところでございます。次に教育基本法における学校教育と家庭教育の考え方についてのお尋ねでございますが、子ども・子育て支援法案の第2条において、子ども・子育て支援は、親子・その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有すると、親が第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭・学校・地域・職域、その他社会のあらゆる分野においての構成員が各々の役割を果たすとともに相互に協力して行わなければならないと基本理念が規定をされています。教育基本法第10条においては、父母が子どもの教育に第一義的責任を有するものとしております。新システムにおいても同様の考え方を前提としているところでございます。総合子ども園の創設を含む新システムはこのような前提に立ちつつ、かつては家族や地域が担っていただいた子育てに関する支え合いの機能が低下をしていることを踏まえ、こうした子ども・子育てを支える社会の機能を新しい形で再生させることとしているものであります。家庭教育の役割を肩代わりするものではございません。最後に運動場の必義務についてのお尋ねでございますが、運動場におきましては重要な指摘であり、学校教育の質を担保する観点から各視点に置くことが望ましいと考えております。主務省令で定めることになっておるわけでありますが、総合子ども園の基準の具体的な内容については法案成立後、子ども・子育て会議の意見を踏まえながら制度の施行までに検討をしてまいります。以上でございます。長谷博君から再質疑の申し出がございます。残り時間わずかでございますから簡単にお願いをいたしたいと思います。長谷博君。認定こども園法案の付則に基づく5年後の見直しについての答弁が不十分でありました。先ほど小宮山大臣が申されましたが、実はすでに3年後の見直しでですね、小渕報告にはこうあるんですよ。財政支援の充実、二重行政の解消、教育と保育の総合的な提供の推進、家庭や地域の子育て支援機能の強化、質の維持向上への対応と、すでに3年目にここまでの見直しがあって、さらに法律に基づいては5年後に見直しをして、それを踏まえて対応しましょうと法律上はなっていたのにですね、大臣の答弁は財政支援が不十分であると、二重行政であることと、この点しかお触れになりませんでした。で、ここで私は心配するのは、幼児教育団体の要望に対してですね、小宮山大臣が盲腸という発言をされたことに全て尽きるのではないかなというふうに思っております。
何をもって認定こども園に対してそういう表現をされたのか、言葉を大切にする米山大臣ならば、非常に配慮をかけていたなと私は思いますし、気をつけていただきたいと思います。そもそも認定こども園という制度をですね、昨年から今年にかけても150箇所以上伸びてきているわけでありますから、この問題をですね、もうちょっと掘り下げて議論を進めていくと。野田総理もですね、小渕報告も踏まえて民主党の政権のこの法案をまとめられたというのでありますから、そういう同じような土俵に立つ努力をしなければいけないのではありませんか。だからですね、5年後の見直しについてもっと真摯にご答弁をいただきたいというのが私の質問であります。以上、終わります。国務大臣、小宮山陽子さん。その、小渕報告の中で3年目の見直しで、私が先ほど申し上げたようないくつかの課題があるということはすでに指摘をされ、その解決に向けて取り組んできたということは承知をしております。ただその後もですね、先ほど申し上げたように認定こども園制度のあり方に関する検討会ですとか、子ども子育て新システムの検討会議、この中も私も当時副大臣としてかなりの部分に参加していますけれども、その中でも見直しをいろいろと検討する中でですね、やはり今の制度のままでいくら見直しても、例えばその認定こども園の中の、保育園型の子どもについては厚生労働省に請求をする、幼稚園型の子どもについては文部科学省に請求をするというような二重行政の中では、900箇所余りに増えてはいますが、目標の2000箇所のまだ半分に満たないということもあって、それは今回抜本的に改革をしてですね、もちろんこの認定こども園の良かった部分は踏襲をしながら、さらにその制度を改正する、その総合子ども園制度にすることによって、一元化を図ることによって、そうした良い面も生かしながら、新たに学校教育保育の質の良いものを全ての子どもに提供する形にしたいとしているところでございます。そして先ほどからその私がその盲腸という発言をしたという点ですけれども、私もそういう発言をしたのであれば本当にそれは失礼なことなので、お詫びを申し上げたいと思います。ただそのことが議事録が残っているような公式の場ではなくて、私が副大臣をしているときにおいでになってこう会話をしている中で、私がそういう発言をしたとおっしゃっているということでございまして、私はそういうふうな失礼な意図で申し上げたつもりはございませんが、そのことが関係者の方に不快な思いをさせたということであれば、心からお詫びを申し上げます。